f m ロ<議>の<論>案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこうー <laughs> 9月28日水曜日時刻は午後10時を回りました皆さんこんばんは沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティーの小浜直人でございますますはい。 えーとですね、今日、もう、9月のね一番最後の放送になるんですけど、あのー、ちょっとね、えーっと、お仕事の関係で、はい今日中部のリゾート地の万座ビーチまで行ってきたんですけど、セミがね、ガンガン鳴いてまして、<laughs> 向こうまだ真夏でしたね。<laughs> <laughs> まあね沖縄はあの、12月半ばぐらいまでねあの観光客の方が海で泳いでるなんてザラですからねまだまだあの暑い日が続くと思うんですけどはい、えー、この番組もね暑苦しくはないぐらいな感じで、はい、<laughs> 今週も進めていきたいと思いますので <laughs> 皆さんよろしくお願いいたしますね。 はい。で今週もですね、あの、えー、ゲストに来ていただいています。シクレーのヨ,ヨヘナさんです。どうもこんばんは。こんばんは。んんは,はい。どうも。よろ,よろしくお願いいたします。危ない。あ、彩郁、あの毎週の毎週お約束のあの放送事故を起こすところでした。<laughs> <laughs> あの、ね、毎週これの独り言させようとして危なかった。<laughs> 今日もよろしくお願いします。はい。今週もよろしくお願いしますね。はい。はい、えー。先週のね、去った日曜日ね、はい、偶然的にちょっとあの。うん 富城のグラウンドでね、お会いしまして。うちの息子が大喜びしてました。あ、あれ、なんで?。なんでってから。いや、もう近くでね、スクールやってたので。あの、いる間は、あのおもちゃにね。あの、目が行きっぱなしだったんですけど、もういなくなったら。はい。そっか、やりたい。そっか、やりたなんか、あの。 えー、リトスポでやってる音楽を歌いだしてなんか踊ったりとかしてましたねはい、はい、お前いるときにやれよってから<ー> <laughs> いやいや,いや,全然全然やっぱあのー、まあ僕の事情でなかなかね、はい、この,の a c クレアのこのリトスポに参加させてきれてないんですけど、えー、子供のほう丸く23か月経ってるのにもかかわらずやっぱり子供の、はいね、やっぱ頭には残ってるんですよ。 嬉しいですねいいなあと思いますねいや本当に俺が言ったこととかあれですよあの半日ぐらいでもすぐ忘れてしまいますからね <laughs> 同じこと何回言われるんだみたいな<あー> <laughs> そうそうこれをねもういやそういうことね言っていただけると本当にい、ね、はいはい言ってました言ってましたあの言わしたんじゃないよ言、はい、ってたんだよ言わしたんですね <laughs> 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 は <い S 2> 子どの正直ですからね <laughs> はい皆さんじゃあ今週もですねえ沖縄県のサッカーの情報いろいろお話していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいえ沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます 沖縄県のサッカー情報はもちろん日本代表からフットサル、ビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまであらゆる関連のお話の中わいわい楽しく会話をしていきながらサッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい, <laughs> <laughs> い番組を目指しております <laughs>、えー、午後10時半までどうぞお付き合いくださいこの番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラバオステッコツイン 真心美味でご提供居酒屋魔淳反乱注意のハンバーガーショップちむフがす以上各社の提供でお届けいたしますよはい今日ですねあのだいぶ久々にあのちむフがすの方にも行ってきたんですよあのスポンサーさんにね、はい、なっていただいているあの、えー、海風ラスにありますあのハンバーガー反乱ハンバーガーのうんええちむがす今日行ってきたんですけど今日もね大盛況で ちょっと<ー>あのー、今日マンザビッーチにも行ってきたよって言ったんですけどあのお仕事で、はい、えー、富城の方にもちょっと行く予定があって、結構動きました、ね。そう,そう強引にあのー、しかもお忙しい時間帯にさすいません、あ <laughs> がくださ <laughs> い,い。<laughs> ちょっと迷惑だったかもしれない。え <laughs> えでも相変わらずあれでしたね。これですこれあの落ちてますかね。チーム風です。はい。こんな感じで。<laughs> はい相変わらずあのー。 ししくいたたただだきまっなはい、はい、もうぜひね、ここでもなんかね、ハンバーガーリスナープレゼントとかできたらねいいんだけどね、<laughs> ね <laughs> 食べてるシーンしか <laughs> <laughs> 一応ね、この辺のちょっとお話もいろいろあのスポンサーのね、えー、ちむがさんとちょっと詰めてる部分があるのでね、また、はあ、皆さんに、えー、いいお知らせができたらなと思いますよ。はい,はいはい、えー、っとですね、いろいろちょっとお話ししたいことがあったんですけど、あのまあ 先にね、えー、お話ししておきたいのが、fc 琉球。うん、先週ね、<お>あのー、アウェーで、えー、fc 相模原に勝利いたしまして、今ですね。やっと、うん、イーブンにね、勝率が戻ってきましたね。急勝五分け九敗で、はい、今、えー、現在八位に、えー、上昇しております。おめでとうございます。うますうんやっぱね、上がってこないとね、ちょっと、あのー、なんていうんだろう、見応えがね、やっぱり。 うん、ど,んど,んどんどん盛り上げていってほしいなと思うんですけど琉球の方もそうだねやっぱ毎年なんかそんな感じなんだけどなシーズン序盤は結構いい位置にね,ね3位とか2位とか結構上位争いしてるんですけど中盤を超えていくあたりになるとやっぱり10位前後をねちょっと行ったり来たりしてしまう部分があってななん、ね、なんかなこれ、あのー、すいませんねもう俺的になんですけどアウェーで強いんですよね。うん、なんかやっぱ <coughs> そうですね。で、あの沖縄でちょっとあのー、連敗したり、ちょっと、うんえー、引き上げが続いたりっていうのがね、ま毎,毎年ちょっとこの時期にあるような気がうんするんですよね。はい、もったいないですね。うん、やっぱホームで,買ってないですね。ホームのね、ホームのね、やっぱり、うん、買っていただかないとあのビールがそこか、そこか。ビールが、<laughs> ビールがもうあれビールが美味しいのは。 あの会場で飲むから美味しいんですけどもそこでね <laughs> あのやっぱり選手のねあの活躍がねさらにこの味をよくしてしまいますからね,ねはいんです <laughs> <laughs> はい、ねえーそんな FCD 級ですけどね今週はですねあのホームで、えー、第24節が、はい、開催されます、うんえー、10月2日の、えー、日曜日、えー、県総合陸上競技場にて今回はですねあの1位の 栃木 SC とですね、えー、試合がありますのでね18時キックオフですね、はい、えぜひ皆さんのタイミングを合わせてねあの行っていただけたらなと思いますよ、なかなかねやっぱりあいまだにね俺のちょっと身近にいたんですけど、けんがあがリニューアルしてるスタジアムになっているよっていうのを知らない人がいまして、はいあのー、久々に行く人は結構あのー、なんだろういい意味でショック受けると思うんですよ。あ、はい、あんな、あのー がっつりとしたスタンドができて、うん、大型スクリーンがあって、あのー、なんだろうナイター設備が、はい、整ってっていうのはやっぱり、あのー、あ県内でも J リーグやってるんだって本当にね、はい、思うような雰囲気を味わえる場所なのでぜひ、ね、皆さんのタイミングを合わせて本当に行っていただけたらなと、うん、思いますよで選手がいいシーンになるたびにあのビールのお借りしてる人がいればそれ俺ですので <laughs> ぜひ探してもらえる。<laughs> <laughs> 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 もう一度行ってきましょうか、FC 琉球の今度の、えー、試合がですね10月2日、今度の日曜日、ですね県総合にて、えー、1位の栃木 SC との対戦が18時からありますのでね、ねぜひ皆さん、ああ、そうそう、これも言っとかないといけなかった、あのー、栃木 SC にはです、ね、県出身の、えー、六中出身のです、ねあのー、小発選手が所属していまして、あのーはい、その小発選手、まあ、高校はね、えー、県外に。 出てはいるんですけど中学校が小6出身で前節は、えー、途中出場してるんですけどそれまでの間はもうすべて<ー>あの先発出場してますので、はいまあ、ここで、ね、凱旋という形になるとは思うんですけどこういったのもねなかなかのし、ねうん、楽しみの一つよね。はいうん、県出身の人がこの、えー、県外のチームで活躍して、うん、また、はい、帰ってきてこの活躍を見れる場所が。 共有できるっていうのはう、ね、うんサッカーのやっぱり一つの醍醐味なのかなと思うのでねぜひ皆さん、はい、あの、うんえー、見応えある試合だと思いますので応援の方お願いし、えー、よろしくお願いいたしますねはいはい、えー、いくつかコメントが来ているのでお、えー、読みたいと思います野内内田さんありがとうございますこんばんは来ましたよはいどうもありがとうございます<ー>今プロ野球日ハム優勝 <laughs> 世間は盛り上がっていますよってキャンプ地の名護も、えー、勝ちしい状態かなってそうですね 名護と沖縄市の対戦ですね。あ、はい、じゃないか、今からクライマックスかそうですよね、でも、県内でもね、ほぼほぼ県内でキャンプしてますからね、う嬉しいことですよね、本当に野内奈さんからもう一つコメントが来てまして、首位の栃木市すし、ついにホームで、えー、黒星、えー、琉球勝つなら今だよっていうふうに来てますね、そうなんだ、そんなに栃木はぶっちぎってるんですね。ね<ー>琉球は うん、給配してますからね <laughs> <あ> <laughs> ホームでって書いて、ね、ああでも理想よねホームで負けないってねそうですよね、うん、やっぱりやっぱりあの俺沖縄でさこんなにあの、えー、ホームアンドアウェイ、まあ、日本っていうイメージの方が強いのかな、はい、あの海外と比べてホームとこのそんなに差がないなん、まあ、て言えばいいのかな よそから来たチームでも同じようにワーキャー,し,、ね、ークしてみんなに、はい、あのホームのっていう安倍感があまりないってそうそうかなと思ってたんですけど <laughs> やっぱりあれだけの,なんていうのかな会場があってあれだけの雰囲気を作れる場所はやっぱり行ってみると、はい、うん応援したくなりますからねそうですねうやっぱりホームの地を生、えー、かしてねやっぱり頑張ってもらいたいなと思いますよはい、はい、もう一つちょっとコメントが来ていますのでえー どの中の銀の蛍さんでいいのかな、えー、名古屋嬉しい涙の雨が降っていますよ<お>いいですねいいですね。こんなのもまた嬉しいですねそう,そう,うーんジャムね11.5ゲーム差の大逆転ですよね,ですよね今今今思い出してもちょっと鳥肌がうん大谷選手 <laughs> ね大活躍で今日もねバッティングも <laughs> 素晴らしい やばいですよねごめんなさい、俺を、あ俺をって言ってた、自分、<laughs> どっちでもいいか、えー、先週、先々週とぶっ飛ばしているメールが一つありまして、はい、久々にね、もう本当にあの何ヶ月ぶりかにあのメールが来ていたのに、あのー、スルーしてしまっていまして、それをちょっと。 今更ですけどみたいなと <laughs> まっちゃんさんごめんね <laughs> <えー笑>こんばんはお久しぶりです近所に住むまっちゃんです <おー S 1> はいどうもお久しぶりですお久しぶりです <laughs> <laughs> サッカーとは関係ないえ話ですがいいですか <laughs> えはい全然大丈夫ですよ <はい S 1> 私のスマホのアプリでもえ最も多いのがラジオの関係のアプリなんですけどほいほいおいおい今日私のスマホがピローンとなってえリスラジからお知らせがあったんです <laughs> え Fm キノワンがとうとうリスラジリスラジ聞ける ようになったそうです。おめでとうございます。<laughs> これは二週間前のメールです。すみません、<laughs> まっちゃんさん。<laughs> 予約ようやく読みました。はい、すいませんね。もう、はい、<laughs> えー、俺の。 携帯にはまだそれを入れきれてなくてうまくあの活用できてないんですけどはいええー、まっちゃんさんのねメールも無事に読めましたのではい自分もあのそのアプリを <laughs> 挑戦したいと思いますのではいよろしくお願いしますまっちゃんさんすいませんね本当にねあの久しぶりですよね本当に元気してますかねもうありがとうございますね <laughs> 聞いててくれてるかな <laughs> はいちょっとえー、相変わらずちょっと時間を暴走してしまっているのでこの辺で一旦 CM いきたいと思いますよ。CM ですどうぞ。 はいはい、今週もですね沖県の、沖縄県の <laughs> サッカー情報っていうえお題でね、進めていきたいと思いますよ,よ。ろしくお願いしますね。はい。えっとですね、いくつか県内のえ情報をお話しする前に、監督がね、変わりまして、トゥリオ選手が戻ってきた、名古屋かなパス。はい。はいえーちょっとね前、前節、前節間はちょっとあの、頑張相手に負けてたんですけど、今節は、はい。 勝ちました。勝ちましたね。はい、田口選手が決勝ゴールを決めてね。<laughs> はい、あのー、ようやく勝って。まあ年間順位で言うと、まだあの入れ替えの順位にいるんですが、うん,、はい、うーん少しずつね。ちょっと希望の光が見えてきたのかなっていう感じですね。で,すねで、上にいるのがアルビレックスです、ね。うーん、なかなかちょっと厳しい。試合があと。 何試合だったかな？もう本当に数節なのでね。え、一気にね。決まっていくのかなっていう部分があると思うんですけど、まあ j1 でね。ちょっと活躍してるえー、ジェリー,ガーが今田口えーはい、選手のみなのでね。うん、はい、頑張ってもらいたいなと思いますよ。皆さん応援よろしくお願いいたします。はいで、あとですね。あのー。 今日お話ししたかったのが、第95回全国高校サッカー選手権大会の沖縄県予選のトーナメント表が発表されております。<い>うん、で、あの初戦がです、ね、10月の8日、来週の来来来週週週か来週の土曜日から行われて、ですね決勝戦が11月12日の土曜日、うんえー、こちらが県総合運動公園陸上競技場での決勝戦が予定されております。でですねあのー 今回あのちょっと面白いなと思ったのが全部の開催が土曜日なんですよ。面白いですね、うん、今まではちょっと日曜日にん土曜日あって日曜日あってっていう感じだったと思うんですけど、はい、今回はあの、えー、日曜日をあのメインとして使わない大会になっててうん、うん、なかなか。あの いいんじゃないのかなって、個人的には。日曜日ね、忙しいさね。<laughs> 俺の都合かって感じですけどね。<laughs> うん。で、やっぱりあの、今回のこの選手権大会、第1シードはあのインターハイで優勝しました、インターハイじゃないや、えっと、新人戦か。新人戦で優勝しました名護高校が第1シードになっております。<ー>で、反対側のブロックのえ第2シードが、えー 那覇西高校ですね、えーはい、インターハイの優勝校でございます。で、もう一つの、えー、シード校が普天間高校で西原高校となっております。普天間がね、えー、ここ FM 犠牲湾の、えー、近くにある高校なんですけど、えー、インターハイではね、那、え、覇、ー、西相手に決勝戦で。 はい、戦って準優、まあ、勝している高校ですので<ー>、はいえー、この辺もねちょっと楽しみにしていきたいなと思うんですが宜野湾市内の学校ではあと宜野湾高校がですね、えー、と10月15日に <coughs> 九陽高校と浦添工業の勝者と、うん<ん>えー、金の、えー、フットボールパークの方で、えー、初戦が決まっておりますでもう1校が、えー、と中部商業か中部商業宜野湾市にある、ね、高校は、えー、8日。 10月2日来週の土曜日ですね、えー、八重山高校との初戦がありますのでね、えー、来週はまだ始まってないのでまた、うん、試合が始まりながらどの高校が残ってるよーっていうのをねまたいろいろ、えー、ここでお話ししていきたいなと思いますのでねあのー、まだまだだいぶやっぱりね先だと思うんですけど、はい、高校野球ぐらい高校サッカーが盛り上がってくれたらなって本当に思ってます。<laughs> はい <laughs> <laughs> そうですねそれはちょっと確かに顕著に差を感じますよね,、うん、ね沖,縄沖縄ね特にね <laughs> ザ沖縄って感じしますけどねああそうですねうんでもあのー、ここでね皆さんとよくお話しててるように、はいあのー、やっぱり少年たちがやっぱり野球ではなくてサッカーの人口が今ねがらりと、えー、変わっててサッカー人口があのーそね、極端にね増えてるっていうことだったんですけどやっぱそういう時代が 来ますかね高校サッカー来るんじゃないですかあのぜひねちょっと注目もう少しね注目されたらなって思うんですけどねあのちょっと楽しみですはい環境がね整備されてきてるのでそうですねキャンプ地だってまあ人工芝高校も選手権に新都心の人工芝入ってます入ってますそうなんですよそうこういった環境がやっぱり多くやっぱりできてきてるってことはやっぱり まあ見る人たちもどんどんん足を運びやすくなってやっぱりグラウンドでね大会を昔やってたのでなかなかルックス的にもサッカーってなんかあまりわからない人が見ても面白くないっていう意見が多かったんで、うん。あのー 親御さんだったり関係者だったりっていうのがやっぱメインだったと思うんですけどこん今回イインターハイはね、えー、今年度のインターハイはやっぱり各校のグラウンドで1回戦が行われたりとかも普通にあったんですよ、はい、でただこの、えー、選手権大会の沖縄県予選に関してはすべてがあの芝もしくは人工芝の競技場でのい開催がすべ、はい、て決定しておりますすごいよねでもね本当に、ね、野球始めるからスタジアムですからね。ね もうスタンドですからね。羨ましかったですよ高校時代から。ちょちょっとねあの悪意悪意を感じるあじゃ悪意を感じるじゃないなんかまあち先輩方がねやっぱりあの上にいる方がみんな野球出身っていうのが嫌いなのが今傾向としてあったのでまあこれからですね変わってきてますからね。そうですねあのサッカーの時代がねちょっと来ることちょっと願ってはいでも本当にすごいですよね一つの大会があの一つもね一つ一試合 に限ってもこの、えー、土のグラウンドでの試合がない大会になってきたんだなってやっぱすごいですね、うん、本当にそこはもう,うん思いますねではい、今米さんから出たようにもうやっぱ環境がねだいぶぐるりと変わってきて、はい、人工芝だけでもやっぱ金と新都心とえー、あと赤間かうん、はい、それぞれやっぱ入ってますのでねすごいな人工芝でね、うん、やってるのに慣れなきゃいけないですからねやっぱそれも あのー、大きく、ね、ありますからね高校サッカー、えー、いろいろ、ね、またここで情報を発信して、えー、盛り上げていきたいと思いますので、ね、皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。はい、であとですねちょっといくつかお話ししておきたかったのが、えー、と今度の、えー、土曜日、えー、と日曜日10月1日2日にですね、えー、とこれが九州社会人の、えー、オーバー 35の大会が九州で行われますで。沖縄県代表は島尻サッカークラブが出ていますのであの土曜日、ね、日曜日また試合行われますので、えー、結果を、ね、また来週ここでお話ししたいと思いますので島尻サッカークラブの皆さんぜひ、はい、頑張って優勝を目指してください。よろししくお願いいたします はいはい、であといくつか、えー、時間大丈夫かな、えー、先週も、ね、少しお話ししましたが、えー、10月14日から、えー、16日の日曜日にかけて、えー、沖縄県宜野湾市ここですね、えー、トロピカルビーチにて、あのー、全国ビーチサッカー大会が行われますでこれに関しましては、えー、沖縄県が、えー、開催地代表、えー、相マプライヤー沖縄で九州地域第二代表として、えー リベルダージュウルマの、えー、両チームが、はい、出ますのでね相馬、えー、プレーヤーに関しましてはあのー、初日の第1試合オープニングゲームを、えー、飾っていますのでねぜひ皆さん、あのー、ここ論野の市の海、ね、浜、えー、公園にありますトロピカルビーチに足を運んでいただいて相馬プレーヤー、沖縄そして、えー、リベルダージュウルマの、ねえー、試合をちょっと観戦して応援していただけたらなと思いますよ。皆さんよろししくお願いしますね であのー、ここに、ね、ゲストさんで来ていただいた相馬、あのー、プラロ、えーの河井選手、はい、現在、ですねビーチ,チサッカー日本代表のメンバーとして、えー、アジアのビーチゲームズに、うん、参戦しているんですけど相馬プラローからも参戦種出ていますのでまた、<お>ああのこの大会の前にね呼べるかな呼びたいんだけど <laughs> <laughs>、ねはい、いろいろ、あのー、お話聞けたらなという部分もありますのでね、あのー、皆さん、ぜひ。 お楽ししみにして,ていいいたただけたらなと思いますよはいえー、ここで一つ、えー、コメントを読んでおきましょうか野内内直さんから、えー「イングランド代表の、えー、アライダス監督偽契約信じてサッカー協会のルールを、えー、いかにすり抜けるか、えー、裏技で教えてやると発言したのがばれて確か2か月ほどで辞任に追い込まれました」<laughs> <laughs> <laughs>「もうサッカーの母国ですからねか、まあ、いろいろあるんですかね」<laughs> うんでも <laughs> 昔ほどなんていうのサバサバっていう言い方はおかしいんですけどやっぱり監督もねあのーはい、もちろん商売ですからねうん <laughs> <商売> <laughs> いろいろなんかねあと一個ちょっとコメントが、はい、さて来週からね、えー、アジア、えー、最終予選がはい2試合組まれていますけど6日が埼玉、えー、11日がアウェーでオーストラリアとあります、はい、うんそうですねこれもねちょっとお話ししようと思ってたんですけど確かね明日 午後だったかな日本代表発表がありますのでうんちょっとねどんな選手が選ばれるのかすごく楽しみ本当にうん久保く久保くんつらないなないですねあわかですあるかもしれないあるかもしれないですいや本当にもう新しい選手そうですねあの高調の原口選手とかね継続的に今使ってもらえれば楽しみだなと思いますよはいであの。 来週が、あちょっと待ってよ、そっか、木曜日だからやっぱりあのラジオの前になってしまうんですけどね、その頃にはちょっと、えー、選手の、ね、発表だったり、えー、スターティングメンバーがどうのこうのとか、いろいろ出てるはずなのでね、またここでいろいろお話ししていきたいと思いますので、はい皆さん、ぜひご参加ください。今週もいろいろ喋ってきましたが、えー、残りですね、ロスタイムが1分少々となってまいりました。 はいしゃべりがさん今日はいっぱいあるわけでも大丈夫かな、来週またしゃべろう久保君のね、話題とかもね、そうですね、安田もね、無事に残りましたんでね、世界のね、大会の出場も決まりましたのでね、ちょっと楽しみがいっぱい増えてきますよ、これにね、ちょっとうちなんちがね、どうにか入っていくように、いいかなと思いますよ。 はい、皆さんぜひ、えー、盛り上げていってください。よろしくお願いいたします。はいはい、えー、この番組は、あなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心ビミでご提供、居酒屋魔淳、反乱注意のハンバーガーショップ、チムフガス、以上、各社の提供でお届けいたしました。そして、 AC クレアのヨヘナカツヤでお届けしました。はい、ありがとうございますね。もう、はい、ありがとうございます。またね、あのー、来週サッカーバカなお話を、はい、ぜひ一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。近々ね本当にあのゲストさん呼んで、えー、お話ししたいと思いますので、はい、また皆さん来週聞いてください。それではまた来週。はい一個来てた。<laughs> <laughs> 巨人に突破って。<laughs> 巨人二カ確定十 <laughs> 月もよろしくて、ではまたねーって大谷すごかったってどんな内田さん誰かなのかななんか横浜かどっかにしなんですね。そうそう先週先週あお疲れ様です